皆さんどうもよろしく、私ドラゴン TK です。ではね、今日もドラゴンクエスト11の方やっていきましょう。というわけでね、やっていくんですけど、前回ねコロナがちょっと入っていったんですけど、まあそこの部分はねリフラムされてるんですけど、コロナが入ってねちょっと無理やったんで、ちょっと鍛えましたね。鍛えた時もねちょっとあれなんですけど、まあアチナのシリーズね全部作っておきました。ツエリアのみね。まあ、ローとかもね、いろいろね、やっていきたいんですけど、グレイグの方もね、英雄王の兜、どこやったかな？こっちはね、確かね、この、こっちやったと思う。同士ではない。こっちか。この中にね、落ちてたんですよ。あと、終わった後でね、ちょっと行ったらね、賢者の中にね、宝箱があって、それ取ったら、栄養の兜がね、取れたんですよね。まあ、ではね、まあ、やっていきましょう。手をかざしていきましょう。まあ、と言ってもね、まあ、2フラムしますけどね。動画自体はちょっと、一部分だけ2フラムしますけどね。まあ、勇者の試練ね、来たんで、まあ、ニフラムしまーす。よし、ナイス。違うんだよな。そう、クソメタキンが現れない。現れても逃げられるし、もう嫌な敵だ。ビッグバン。すっころびやがった。すっころこんなってもだ。嫌な予感するから、ちょいと。
ビフォーマラン。ビフォーユリか。幻。幻。無理か。よいしょ。セイニアレベル63か。お、新しい呪文覚えた。ザラキーマ。聖女の盾。何？何？
何？やっちまったな。聖女の盾、盾？え？おい！聖女、ないんやけど、え？嘘、そういうやつ？そういうやつ？マジで？ああ、危ない危ない危ない。もう4階まで行っていこう。多分1階やってるから、もう。行けてるよな。行けてなかったらあんまショックやねんけど。怖いな。奇跡の興味、え、何これ。はぁ、マジか、こんなんあんのか。無理やね、使えね。これ無理やったらショックやな。一回言ったからな、一番遅いのな。あの、いけるいける、よっしゃいけた。じゃあ無難にちょっとレベル上げしてた。よし、じゃあ先行こう。108。よっしゃ行こう。ザッ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 。やってきましたよ。ネロ洗脳説明球最終部ね。まあではここからやっていこう。40点以内ね。頼むで。冥界の覇王たちが現れた。頼む。お、倒した。よっしゃ来た。これで勝ち決定やぞ。ほら覇王さん、よっしゃ、ほら。クロス。千で行って。お。おお。誰に。おお、せ。せせせ。よっしゃ、なんてやろ。それがちょっと知りたいな。よいしょ、終わった。よっしゃか。どれぐらいや。グレイグレベル上がった。逃げなんてぐらい。35で、よっしゃか。
来ましたよ、ようやくね。ちょっと待って、これ3つしか選べんのか。マジか。一の本が読みたい。いや、いいわ。エマと結婚したよ。そうか。幼馴染のエマと共にこれからの人生を歩んでいきたいのだな。はい。何恥ずかしがることはない。愛する女性と共に生きたいと思うのは人として自然なことだ。それに温かい家族があってこそ、兄弟の敵を戦えるというもの。その願い叶えようってことだ。故郷の村が荒れ果てたままではないか。これでは、幼馴染と結婚しても結婚生活は楽しむことはできないぞ。マジか、エッチの歯やみたいな。お前娘に起きるな。いや、ちょっと待て。いかに優秀といえど、こればかりは、しかたない。ほどほどにたしなむなぞ。シャッター、エッチな歯は手に入れた。やったねって、いらねえわ。いらぬわ、てめえ。私がこれまで大事にしてきた。とっておきのエッチな本だ。大切にやんでくれ。言いたくねえよ。俺言いたくねえよ、こんなの。命の限りは、ありがとう。おー。じゃあ、さらばだ。ね。これで終わりましたね、3つね。ようやく。ちょっと待って。男の中の男。英雄ネルセンも認める。男の中の男に贈られる称号。お主も好きよの。 お主も好きよのって、こら。え、ちょっと待って。エッチな本ってどこに入ってん、ここ。 待って、え、どこに入ってる。わからんぞ。道具袋入ってんの。わからんし、これ、え？え？ちょっと待って、ないんやけど。え？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 
集中力高まんのか。ゾーンと中に2ポーズ。うわ、やば戦闘中に使うと敵一体をうっとりさせる。あー、やばいな、これ。ドラゴンとロージが無理かって。なんでよ、ドラゴンいけんねんな。ちょっと、大きな血筋だけ行くの、使えんの。やめてくれへん。もうさ、集中力が高まるってね。笑ける。笑けてくる。おう、なんかいけそうやな。レベルアップする。まあ、今回なんですけど、今回でいいのも、ね、今回で終わろうと思ってたんやけど、ちょっとね、邪神の方に挑んだらね、コップ未然に破れまして、なのでね、ちょっと違うことをやりましょう。古代図書館の方行ってね、その、ムンドバージャがね、おるんですけど、そいつをね、助けて、石の村にね、行かせようっていう、そういうことをしましょうかね、今回ね。石の村復興っていうことでね。まあ、前にね、前にというかさっき、やったじゃないですか、エッチな本。あれで、石の村がまだ復興してではないか、していないではないかってね、言われたんで、まあ、復興させようかなっていうね、それをやろうかなっていうふうに思います。なのでね、今回はまあ、あと、ムンババジャーだけなんで、ここからね、復興に携えるようなメンバーはね、もう向かわせてますんで、あとはここだけなんですよね。まあ、あと一匹だけやからいいかなっていう。いや、一匹。他がね、結構あるんですよ。グロッタの街であったり、こいつか、違うか分からへん。どこや。違うかった。ね。まあ、今回ここに来たのは、ムンババちゃんを助けるための、その本を探しに行こうという感じになりますね。まあ、それやっとったやろ。まあ、探して、まあ、探し当てるところにちょっとニムラをしましょうかね。ならもうね、そこまで時間も残されてないやろし、ちょっと30分程度に収めたいんでね。まあ、なので、まあ、
リフランします。お、こいつか？邪神の力によって生まれたムンババジャという魔物だった。あ、そうなんや。相手の力を吸収して、体を再生するため、通常の攻撃や呪文では絶対に倒すことができない。だが勇者が使う雷の呪文、勇者が仲間と連携して使う連携技ミナデインで、とどめをさせば、その力に屈するという。なるほどね。なるほどね。わかりました。ではまあ、そこを向かいましょう。ね。もう、ニューランしましょうって言うじゃん、先に見つけたわ。よし。まあ、これでまあ、いけるんで行きましょうかね。10万いってる。すごいね。ゴールド。そこまで気にしてないからさ。だんだん溜まってくるよな。まあ、この先に、ムーンボがおるんで行きましょう。おー、ほうほうほう。ここね。確か。いたわ。で、確かミナデインやったよな。3人入っとるね。で、まずはデビルモードにしてと。いけるかな、爆裂客。怖いな、ちょっと。まあ、これ一回だけできるやろな。いけた、いけた。怖いから、ゾーン必中、ちょっとね。もう殺さんといてよ。頼むから。お、全員いた。お、仲間の魔力を集め、敵全体に、神の雷を落とす。みんなでいい。来い。見せてやれ。来るぞ。これを見せていこう。ね。初めてするんでね。動画上では。まあ、俺も初めてやけどね。やんの。うわー、すげー。かっけー。やば。あ、これみんなでいいんやったんや。かっこいい。気持ち。かっこよすぎる。よし、倒した。ね、ムンババジャをやっつけた。で、これで、聖なる雷の力を吸収し、森の聖獣ムンババとなった。で、これで、話しかけていきますね。ムホ、ムホホ、ムンババは新しい自分に生まれ変わったことを喜んでいるようだ。ムホ、ムホ、ムホ。どうやらムンババや、ムンバ、役に立ってもらえますか？うん、もらいましょう。ムホ、ムホちょっと笑うけど。ムンババに石の村で村人を見守ってもらえますか？もらいましょう。ムホホムホホーン。そうか。そうかそうか。喜び、遺産で石の村に向かっていた。ね。お、復興してるわ。あ、来た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 。ありがとうな。もうダメだーって思ったんだが、いやはりなんとかなるもんだな。いや、俺が集めたおかげやね。いやー、すごいね。よいしょ、あー、惜しい。登れなかった。なんかあるからさ、取れるかなって思ったけど無理やったわ。まあではね、どこや。ああ、この上か。お、ルーパスやないか。ようやく終われてる頃だな。俺もしばらくはこの頃にいるつもりだよ。娘から友達呼ばんのは忍びないんでな。娘から友達？あんたにいいものやるよ。ルーパスのお宝メモ。あ、何マル秘情報、情報。各地に眠るお宝の情報が記してある。おお、マジ？ありがとう、ルパス。お、ってことは、他のメンバーも話したらなんかもらえるとかあったりする？
おお、旅を続けてくれ。住みたくなるんだベラン。そうか、住みたくなるか。よかったよかった。お、いたね。あ、どーい、おーい、あかん、やめて、夜になる。おい、いなくなる。やな、お前な。あ、やばい、ちゃうわ、ここちゃうわ。間違えたし、もう。天気よ。天気というか、夜よ。もうちょっと。ねえ。見てくれた、ドラゴン。あなたが人を集めてくれたおかげで、村はすっかり元通りになったわ。ありがとう。あなたには まだ大変な使命が残っているのに。わざわざ私のお願いを聞いてくれて、あのね、受け取ってくれる？これからの冒険が無事でありますようにって、あなたのために私が作ったの。エマのお守り C を手に入れた。何それすけ？あなたが全ての使命を終えて無事に帰ってくるのを待ってるから、頑張ってね、ドラゴン。マジで？お店に顔出してみたらどう？え、道具屋？ほう、道具屋ね。なるほど。ちょっと行ってみましょうか。やった、元戻ったわ。石の村、リドシアの生まれた村、生まれてはないけども、育った村、ね。厳密に言うと育った村ですね。うん。生まれてはない。生まれたのはユグノア。うん、お、おる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 。いらっしゃいませ。私商品いっぱい仕入れてきたから、たっぷり見ていってよ。それじゃあ、ようこそよろずやに、ご用は何でしょう。何でなさいますか？うわっ！やば！やば！マジやば！破滅のナイフとかやば！いやー、復興してよかったわって思ってしまうわ、これは。な。お、マジか！そうそう、奇跡の雫ね、使えないんですよね。最後まで縛っとるかな。やってもらったわ。無法者のグローブ。これいいやんか。いやー、ただあかんか。ただあかんか。ミュテルキング鎧。おーい。いいね。98,000円。高っ。高っって思ったのかな。ただな。まあ、錬金とかして、売る形を取れば、すぐに10万なんてあっという間ですからね。ケイオスブライド。マルムさんかける。10ポイント倍切ると、おーい。これ買おう。これ買うべきやわ。うん、これはやる、買うべきや。本当に思った。うん。破滅は、たまに、12% で、敵にマヌーサね。これも買おう。いいねー。ほんといいねー。まあ、なのでね、まあ今回はここら辺までにしておきましょう。もうね、次回、これですよ。邪神と戦うね、力つけるためね。次回は冒険してみるかと思ったら受信に挑もうなんでね。次回までにね、全部ね、この、こいつ、こいつな、こいつ、この中の、ラーの雫ではなく、女王の愛ね、これ使ってね、これ聞こえてくるっていうのがね、なくなったらまたやりたいと思いますね。あなたの大切な人が集まっているようですっていうね、ユグノア城跡ね。村長が助けを求めている。あ、そうなん？ブチャラー村、民家のそばで少年がこれまで困り果てているようです。まあ、ね。これが終わったらね、またもう最後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回はね、これなんなん？今回はねって言って、どうやらこの場所にあと20個おったから、え？え？何それ？いや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 。そういうやつ？うわ、そういうやつ？うわー、いるわー。ちょっとまあ、もう、今回ね、これで終わって、おー、いかつい体験してますけども、終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録、Twitter のフォロー、お願いします。他にも、ゲームタイトル、不純縛り。Twitter の方では様々なことを企画として立ち上げて
でやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーからオーまでのパートへの動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル、ドジョン縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。